ローザ・エスケナージはレベティコとコアジア生まれの伝統的なギリシャ音楽の有名なギリシャ人の歌手であった。彼女のレコーディングと舞台生活は1920年代から1970年代にわたっている。エスケナージはイスタンブールの貧しいセファルディユダヤ系の家庭にサラ・スキナージとして生まれた。経歴の全体にわたって彼女は本当の誕生日を隠し、 1910年生まれだと主張してきた。実際、彼女は少なくとも10年は年賀状で1895年から1897年の間に生まれた可能性が高い。彼女の父、アブラム・スキナージは古着商人であった。ローザに加えて彼とその妻フローラは二人の息子、上が西武で、下がサミ、を持っていた。世紀が変わって間もなく、スキナージ家は、 テッサロニキに移り住み、まだオスマン帝国の支配下にいた。当時その都市は急激な経済発展を遂げており、人口は1870年から1917年の間に70%増えた。アブラムス・キナージは綿花処理工場に職を見つけ、家庭の財政状態を改善するため様々な奇妙な仕事をした。その頃、彼は幼いサラを 地元の子供たちに読み書きの基礎を教えている近所の娘に預けて世話してもらった。この授業が彼女の正式な教育の範囲だった。しばらくの間、サラと兄弟そして母親はコモティニの近くに住んでいた。その都市は当時まだトルコ語を話す人口がかなり多かった。ロザの母はそこで裕福な家庭に住み込みのお手伝いとして雇われ、ロザは 彼女の家事を手伝った。ある日、サラは歌を歌っているところを、地元の居酒屋のトルコ人経営者たちに立ち聞きされた。彼らは、彼女の声に魅了され、すぐさま戸口へ押し寄せ自分たちのクラブに、彼女を出演させるため雇いたいと願い出た。サラの母は、彼女の娘が、または、彼女の家族の他の誰であれ、芸能人になるだろうという提案には激怒した。 後年になってインタビューでサラはコモティニが彼女の人生の転換点であったと認めている。彼女曰く歌手兼ダンサーになろうと決意したのはまさにそこでだったと。サラは彼女がテッサロニキに戻るまではこの夢を実現できなかった。当時家族は市のグランドホテル劇場の近くにアパートを借りていて隣人の数人はそこに出演していた。毎日紗良は ダンサーの二人が劇場まで衣装を運ぶのを手伝っていて、いつか彼らに並んで舞台に立ちたいと願っていた。彼女がついにダンサーとしての経歴を始めたのは、まさにそこであった。まだ十代の間に、サラはカッパドキアの最も著名な家族の一つの出身である、裕福な男、イアンニス・ザルディニリスと恋に落ちた。ザルディニリスの家は、彼女が、 道徳的にだらしない品格だと考え、この結婚には反対した。にもかかわらず、二人は1913年頃、駆け落ちして、サラは名前をローザに変えた。以後の経歴を通して、ずっと彼女はその名で知られることになる。ザルディニリスは1917年頃、不詳の事情で亡くなり、ローザは幼い子供パラスチョスと共に残された。幼児を育てながら、 歌手としての職を維持することはできないと、悟り彼女は、クサンティの死にある生託師アルチス託児所へ子供を預けた。子供の父方の家族が彼の世話をそこですることに同意し、最終的に、パラスチョスザルディニディスは成長して、ギリシャ空軍の交換となった。彼が母親とついに再会したのは、ずっと後年、アテネで1935年に彼女を見つけて、 後のことである。ローザはザルディニディスの死後間もなくアテネへ移り音楽の職業を続けることになった。彼女はすぐにアメリカ人のキャバレー歌手セラモースとザベルトチームを組んだ。彼らは彼女はトルコ語を話せるし歌手としての才能が感じられたから好きになったのだと報じられている。ダンサーとして出演し続けたがローザはクラブの講演者たちのためにギリシャ語、トルコ語、 英語で歌うことも始めた。1920年代後半に有名な作曲家であり、工業種であるパナギオティスト・オンダスに彼女が初めて発掘されたのはそこである。トーンダスは直ちに彼女の才能を認識し、彼女をコロンビアレコードのバシリスト・オンバカリスへ紹介した。コロンビアでのローザの最初の2作のレコーディング、マンディリ・カラマティアノと コフティミレニティンエリアは1960年代までほとんど途切れることなく続くレコーディング経歴の記念すべき始まりとなった。1930年代中頃までには彼女はコロンビアのために300曲以上の歌を録音しており、最も人気のあるスターの一人になっていた。その音楽の一部は特にトルコにあるギリシャとスミルナ生まれの民謡であった。 しかしながら彼女の地元音楽シーンへの最も重要な貢献とは、レベティコの、そして特に、レベティコのスミルナ学校のレコーディングであった。彼女はほとんど独力で、大衆文化へ突破口を開く支援をした。そして今日でも、まだ彼女の独特な音はそのジャンルのそのものだと、みなされている。レコーディングを始めて間もなく、ローザは、アテネのナイトクラブ。 テーゲトスで夜も出演するようになった。彼女と共に舞台に登場したのは、トーンダス、バイオリニストのサロニキオスとウード演奏者のアガピオス、トンボーリスだ。しかしショーの目玉はやはりエスケナージで、一晩で前代未聞の200ドラクマを稼いだ。彼女が後に、彼女の電気作家、コスタソハジドーリスに打ち明けたところによると自分は、ショーの収入だけで遥かに金持ちになっていたはずなのに、 高価な宝飾品を好む弱点のために収入をそれに費やしすぎてしまった。ケイロンブロス、R. エスケネジー、A. トゥー・ムーリス彼女の経歴が開花すると、エスケナージは1931年か32年頃、コロンビアレコードと独占契約を結んだ。彼女の契約条件によれば彼女は1年に最低40曲をレコーディングし自分が売ったレコードの1枚につき5%の 費用を受け取ったとある。当時彼女はレコード会社と印税契約をしたただ一人のギリシャ女性アーティストであった。間もなく彼女の経歴はギリシャの政治的境界を超えてギリシャの離散にまで拡張した。トンボーリスと一緒に彼女はエジプト、アルバニア、そしてセルビアにまで旅し、地元のギリシャ社会からだけでなく、トルコ社会からも温かい歓迎を受けた。 彼女の音楽にはある種の先端的なものがあり、その歌の一つパイローゼータアルファタウアルファーニューパイオタイプシロンは、ギリシャの独裁者ヨアニス、メタクサスの検閲を受けたくらいだ。彼の決定の結果、バシリス・チサツアニスに先導される、このジャンルでは新たなトレンドが支持率を上げたのだが、他の多くの伝統的なレベティコアーティストたちは過小評価された。 しかしながら間もなくギリシャの独立が挑戦を受けることになる。1940年までにはイタリアが侵攻し、1941年にはドイツ軍がこの国を占領した。弾圧的な政治形態にもかかわらず、ローザは出演を続け、1942年彼女は再会していた息子のパラスチョスと共に、自らのナイトクラブ、クリスタルを開くまでになった。 彼女はユダヤ人であったが、彼女の安全はドイツ将校とのジョージのおかげで確保されてもいたのだが、一方なんとかうまく偽の宣令証明を獲得していた。しかしローザエスケナージは裏切り者ではなくむしろ協力者だった。彼女は自分の特権的な立場を利用して地元のレジスタンス活動を支援し、レジスタンスの当主やイギリスの調査官ですら自宅にかくまった。 彼女はまた、アテネとテッサロニキのどちらのユダヤ人も救出することもできた。アウシュビッツへの国外送還から救った人の中には、彼女自身の家族も含まれた。1943年までには、彼女の保護活動は崩れ、エスケナージは逮捕された。彼女は、ドイツ将校の恋人と息子との協調的な努力により守備よく解放されるまでは3ヶ月後苦中で、過ごした。 戦中の残りの時期、彼女は再び逮捕されることを恐れ、身を隠していた。彼女の長い経歴にわたってローザーは、コロンビアレコードのバシリストーンバカリスだけでなく、最近オデオン、パルルフォーンを創設したミノス・マツスとも良好な関係を築いてきた。このおかげで彼女は、マリカニ・ノーヤ・ステラ・ハスキルを含む多くの他の有名なアーティストの経歴を推進することができた。 彼女は彼らをアリロボイチア音楽家組合へ紹介し、間もなく彼らはバシリス・ツサニスとレコーディングできた。戦後、1949年にローザはパトラスへ戻り新しい身分証明を取得した。彼女はそこでいくつかのコンサートを開いたが、彼女の人生における本当の転換点となったのは、自分より30歳ほども年下の若い警察官と出会ったことだ。 年齢差にもかかわらず、二人は恋に落ち、その関係はローザのその後の生涯にわたって何らかの形で続くことになる。ローザはバルカン半島中を広くツアーしていたが、米国への初めてのツアーを実施したのは1952年になってからだ。そこではギリシャとトルコの離散家族たちのために出演した。この演奏旅行は、 ニューヨーク市のパルテノンレストランバーが公演し、数ヶ月続いた。これはいくつもの海外への音楽ツアーの最初に、過ぎなかった。1955年、アルバニアの工業シュバルカンレコード会社のアブデン、レスコビクが彼女をイスタンブールで出演しレコーディングするように招いた。そこは、彼女が生まれた年だ。彼女は、最終的にレスコビクのために40曲をレコーディングし、 5000ドルくらいを受け取った。これは比較的わずかな金額であったが、彼女は後にその時の出演料とチップは、それの10倍はもらえたはずだと主張している。D. セムシス、A. トゥー・ムーリス、R. エスケネジー・イスタンブールの後間もなく、彼女は米国へのさらに2つのツアーへ乗り出し、ニューヨーク、デトロイト、そしてシカゴで出演した。米国への2回目の旅行の間、 1958年の7月5日、彼女はフランク・アレクサンダーと結婚した。結婚式は名前だけのものだったようだ。これは彼女が米国で働く許可を得るために必要だったからだ。とはいえ、エスケナージはアメリカ合衆国を愛し、彼女の別の恋人クリストス・フィリポコポロスのためでなければそこへ移住していたことだろう。彼女は 彼と過ごすために1959年にアテネへ戻った。彼女は米国で稼いだお金で二人のためにアテネに大きな家を買い、さらに二台のトラックと馬も買った。彼女とフィリパコポーロスはその後生涯そこで住むことになった。エスケナージは現在60代で彼女が40年以上前にその経歴を始めた頃からはギリシャの音楽シーンは大きく変わった。 スミルネーコとレベティコの人気は衰え、彼女もそのジャンルの他の名人たちと同じく、村の祭りや他の小さな行事で、時折登場するくらいまで格下げとなっていた。その頃数年は彼女は2、3曲を録音していたが、それは往年の彼女の有名なヒット曲のカバーがほとんどで、小規模のアテネのレコード会社のためにしたものだ。 彼女の初期の作品に新たな関心が寄せられたのは1960年代後半になってのことだ。RCA がバイオリニストのディミトリス・マニサリスと共に彼女の4曲を2枚の45回転レコードにレコーディングしたが発売は限定的だった。しかしながら1970年初期の軍の独裁の最終時期にこれらすべてが変わった。突然、 国の若者たちが過去の都市の歌に新しい興味を抱くようになり、数枚の重要なコンピレーションレコードが発売されたのだ。最も有名になった一つが、レベティコ音楽の6枚組コレクションである、レベティキ・イストリアで数万枚が売れた。ライムライトから離れて10年を経て、70代のローザ、エスケナージは再びスターとなった。 今回の10年を彼女の初期の経歴とはっきり切り離したのはテレビに広く登場したことだ。ローザはすぐに新しいメディアに順応し多くのショーに出演した。1973年に彼女は坊キエサ捧ぐという短い映画でドキュメンタリー出演し、1976年彼女はハリス・アレクシオとテレビ特別番組に出た。そこではインタビューと歌だけでなく2、3の 出演場面も含まれていた。しかしながら、当時でもローザは、祖国のナイトクラブでの彼女のルーツを決して放棄せず、プラカのナイトクラブ、テメリオのライブショーに毎週出演していた。当時まだ活動していた数少ない生き残りのレベティコ歌手の一人として、アーティストや音楽研究者たちが彼女をスタイルを研究し始め、それが本物であることを認めた。 このことが、ハリス・アレクシオーやクリケリアを含む歌手たちの新世代に長く続く影響を与えることになる。悲劇といえば、音楽家や学者は彼女の能力のみならず、彼女の失われた音楽世界への洞察に引きつけられていたにもかかわらず、一般の大衆の熱は低く、彼女を好奇心の対象とみなしていた。にもかかわらず、彼女は出演を続け、 パトラスの都市で1977年9月彼女の最終のショーが催された。あらゆる年代のファンが彼女が歌い踊るのを見て過去の音楽の味わいに触れようと詰めかけた。エスケナージは彼女の黄昏をクリストス・フィリパコ・ポーロスと共にキポーポリの自宅で静かに過ごした。彼女は生まれた時はユダヤ人だったが1976年にギリシャ政教に改し、 ロザリア・エスケナージと解明していた。それから2年以内に、彼女はアルツハイマー病の兆候を見せ始め、家に帰る時迷子になったりした。1980年の夏に彼女は家の中で転び、尻の骨を折った。これが3ヶ月の入院につながり、クリストスが側につき彼女のあらゆる望みを聞いて世話していた。まもなく、彼女は退院したが、またすぐに、 感染のため個人診療所へ戻った。そして1980年12月2日に、そこで彼女はこの世を去る。ローザイスケナージは、コリンティアのストミオの村の無費の墓地に埋葬された。2008年村の文化委員会が十分な資金を、募りしっそな墓石を建て、ローザイスケナージ、アーティストと、碑文が添えられた。1982年、彼女の死後、 コスタスハチドーリスが彼女へ晩年にインタビューした時を元にウプシロンタウ、パイウプシロンシータウプシロンミュウ、ニューアルファイオタと題した短い回顧録を出版した。この本には特にローザの初期の頃のものを含む膨大な数の写真が収められている。2008年シェルプロダクションの映画制作者、ロイシェルがローザエスケナージの人生と経歴を元にした。 私の可愛いカナリアと名付けた音楽ドキュメンタリーに着手した。国際共同制作である、この映画はギリシャ、トルコ、イスラエルの3人の若いミュージシャンがギリシャ最高の最も愛されたレベティコアーティストを探す旅に乗り出す姿を追っている。ありがとうございます。